かつて昔は日常的に使っていたはずなのに、気づけばほとんど目にしなくなったものってありませんか？もしかして忘れてしまっているだけで、名前を聞くと、ああ、あったあった、と思うものは意外とあるのではないでしょうか。そこで今回は昔はよく使った、昭和生まれが欠かせなかったアイテム、がグーランキングになっていたのでご紹介します。懐かしい、昭和生まれには欠かせなかったアイテムランキング、トップ10。10位、缶切り。昔は缶詰といえば缶切りが必須アイテムでしたよね。現在の缶詰は、缶切りを使わなくても開けられるイージーオープンエンドのものが主流になり、あまり見かけなくなりました。9位、8ミリフィルム。1965年頃にはコダックや富士フィルムによって数々の改良がされ、1970年代にピークを迎えた8ミリフィルム。撮影用の生フィルムだけでなく、ビデオソフトや DVD ソフトのように人気映画を収録して、家庭で映写するためのパッケージも多数発売されていました。1980年前後にはこうしたパッケージがビデオテープに取って代わられ、徐々に姿を消していきました。8位、レコード。レコードの歴史は、発明王エジソンが1877年にフォノグラフを開発して以来進化してきました。一時はカセットテープや CD などに押され市場は縮小しましたが、その魅力は現代まで130年以上も受け継がれており、今でも世界中で愛されています。ただ、やはり主流だった頃に比べれば見かけることはかなり少なくなりましたよね。7位、ダイヤル式電話、黒電話。昔はどの家庭もダイヤル式の黒電話が主流でしたよね。重い受話器を持ち上げ、ジーコロジーコロと音を立てながらダイヤルを回したものです。電話は各家庭に1台で、キャッチフォンなどもまだなかった時代ですから、友達や恋人の長電話に何度もかけ直しをさせられて、イライラした思い出がある人も多いのではないでしょうか。6位、テレフォンカード。テレフォンカードとは、硬貨の代わりに公衆電話の支払いができるプリペイドカードですが、テレフォンカードは様々なデザインが可能であったため、企業等が宣伝を兼ね、同等品等を目的に作成することもよくありました。1990年代中盤にはポケットベルの需要が爆発的に伸びた時期でもあり、学生層を中心に偽造テレフォンカードが使用されることが社会問題となりました。5位、ビデオテープ、VHS テープ。映像と音声を記録でき、繰り返し録画が可能なビデオテープ。業務用は1960年代初頭に開発されていましたが、家庭用のビデオテープは1969年あたりから普及し始めました。昭和後期にはビデオレンタル店が街のそこら中にありましたよね。4位、ポケベル。今から約20年前、まだ携帯電話が高値の花だった頃、学生の間で大流行したポケットベル。休み時間のたびに、学校の公衆電話には長蛇の列ができていた思い出があります。また、ポケベルは充電式ではなく電池式だったので夜中に電池が切れてしまった場合、電池を買いに夜中のコンビニへ走る。というのも当時のポケベルあるあるではないでしょうか。3位、ブラウン管テレビ。2011年7月のアナログ放送終了から地デジに対応する薄型テレビが普及し、もはやブラウン管テレビは完全に過去のものになりつつありますよね。ちなみに昔のテレビは、叩けば直る、というのが定説で、映像が乱れるとバンバン叩いて直したものです。2位、カセットテープ。繰り返し録音するものはノーマルテープ。お気に入りの歌手のものはハイポジ。メタルテープなど、カセットテープを差別化して使っていた人も多かったのではないでしょうか。しかしレコード同様、カセットテープに今も魅力を感じる人は多く、現在も愛され続けている商品です。近年はカセットテープ専門店なんかもオープンしているようですね。1位、フロッピーディスク。かつてはワープロやパソコンの記録媒体として主流だったフロッピーディスク。今や見かける機会はほとんどなくなりましたので、若い世代の人なら見たことすらないかもしれませんね。
現在のパソコンにはフロッピーディスクを読み込むためのフロッピーのドライブは搭載されないことが多いですが、しかしながらオプションとして搭載可能となっている場合は多くありますので、一定の需要はあるようですね。いかがでしたでしょうか？あなたの思い出のアイテムはありましたか？少しでもお楽しみいただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。